で、ちなみにレベルが難しいレベルになるんですね。何時間後って言ってます。じゃあ次の問題いきましょう。で、次の問題がですね、反射のジャンルからですね、数字順番タッチになります。で、風船に書かれている数字を小さい順にタッチしていきます。数字の大小を瞬間的に検出して、それを両手にアウトプットしていきます。テストプレイでは非常に幼稚園児の方の感触をやってもらいました。